レディー&ジェントルマン。私、ポケモンリーグの新委員長、ヨウズと言います。あまり、お集まりの皆さんも、テレビでご覧の皆さんも、本当にお祭りしましたね。いろいろガラウチ方のお祭り、義務チャレンジャーの始まりです。皆さん盛り上がってますね。義務チャレンジ。8人の義務リーダーから、8個の義務バッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが、最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進み合います。それでは、ジムリーダーの皆さん、お姿をお見せてください。草タイプファイマー、草タイプの使い、やろう。レディーファイブ、水タイプの使い手、ユリナー。いつまでも燃える男、炎ベテランファイター、カーブ。サイレンスボール、ゴーストタイプの、オニオーン。ファンタスティックキラーター、フェアリー使い、ポプラー、ディライス、コーディの、ブリッシュネン、メロン。ドラゴンズリーム、トップジムリーダー、キバナー。一人、決めておきませんでしたが、ガラウチ方に誇るジムリーダーたちです。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく入れないけどワクワクドキドキ震えてる。いろいろだ、ポップとルーリー。いや、君がチャンピオンで推薦状を引き継いだトレーナーですね。ようこそ、はじめまして。私、ローズと申します。ちょっと待って。すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。いいですね。あなたたちは願い星を導かれてるんですね。ちなみにダイマックスバンドを開発しているのは私の素晴らしい会社なんです。今年のジムチャレンジはことにもかくにもなりそうですね。いい素晴らしいガウチ方が盛り上がりますね。ジムチャレンジといえばダイマックス拾おうとするリード、いいチャンス。申し訳ないんですが、私、通知の領事がありまして、皆さんごきげんよう。いい委員長のご次元だな。いいか、二人ともまだスタートしたばかりだ。勝ち進むのはポケモンだけではなくトレーナーである自分を鍛えよう。いいか、ルーリー。ジムチャレンジャーはジムへに挑める順番が決まってるんだ。最初は、ターフタウン。そのため3番道路に向かうぞ。ジムチャレンジとは、初、ガラウチ方初のジムバッジを巡り、ジムバッジを集めるイベントです。ジムバッジを手に入れればミッションもこなし、ジムリーダーから固めればなりません。ということで、またお会いしたいと思います。See you next time. バイバイ。